皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネーム、おはぎさんよりいただきました。おはぎさん、お便りまたまたありがとね。実はちょっと NG を繰り返しまして、もう喉がおかしくなっているでございますから、ありがとうございます。もうもうこれでなんとか OK をもらいたいものでございますよ。ですから多少失敗してもそのまま続けさせてくださいませ。どうかよろしくお願いいたします。そしておはぎさんからいただきましたメッセージ、実はまだまだ少し在庫がありまして、ありがたいのでございました。おはぎさん、いつもお便りありがとうございます。本当に嬉しいですよ。もうもうどれだけおはぎさんのお便り、もうもう僕はいつもいつも楽しみにしてますか。何せ時折いただくメッセージの中にはおはぎさんの近況を知れたりするものもございますからね。それが楽しみでほんと仕方ございません。ですのでぜひともいろんな雑談も交えてくださいませ。よろしくお願いいたします。待ってますからね。そして本日の気になるお一言拝見いたしましょうかね。じゃん、わあ、これはこれはまた素敵じゃございませんか。一瞬驚いてはしまいましたものの、とっても素敵な夢のあるお一言だと思いますよ。まあ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 、そうですね。もうもう僕ら本当に感動するべき、そんなお一言でございます。これを簡単にご説明しますと、簡単にご説明するの難しいな、なんか失敗しそうですけれども、頑張ってみますね。言ってみますよ。とにかくですね、僕や作者さんがそうですね、僕やっていうか、僕やクマやチュキやそういったキャラクターたちが僕の作者さんにより生み出されておりますが、その僕の作者さんが立ち上げたそういうプロジェクト、はい、そういうグループ、そういう名前がありまして、そのですね、それらプロジェクトがお好きな方々、はい、お好きな方々とおはぎさんは実際にお会いしていろんなことを語り合いたいなぁというようなお一言でございます。ああ、なんとかなんとかこの使われてます文言を使わずに説明することが叶ったと思いますよ。危うくポロリとそのおはぎさんの一言から抜き出した文言を使ってしまいそうになりました。それほど言ってしまいそうになるお一言なのでございますよ。ですからもう一度もうちょっと簡単に説明してと言われても難しいのではございます。はい、ですから先ほどのご説明から察してくださいませ。よろしくお願いいたしますね。そしてですよ、意外とですよ、意外とと言いますか、実際にお会いしていろいろと語り合うとなりましたら、もしかしたらですよ、おはぎさんと年代がだいぶ違う方も
いらっしゃるかもわかりません。何せこの作者さんの立ち上げたこのプロジェクト、なんともう現在で19年目でございますからね。19年経ってるんですよ、始まってから。19年といったらもうおにゃーとなった方でもそろそろもう成人になられてしまうというような、そういうような状態なのでございますよ。これ驚きじゃございませんか。ですよね、ですよね、これ驚きですよ本当に。ですからなかなかお話、ちょっと言っちゃいましたよ、ちょっと言っちゃいましたけれども、もう勘弁してくださいませ。これ NG になっちゃいましたらもう僕喉が潰れちゃいますから、はい。ですからもう今のは忘れてください、今のは。はい、語り合うとなりましたら結構なその世代差がありまして、なかなか語るに語りきれないことと思います。はい、おはぎさんはどの世代なのでございましょうかね。そこら辺気になりました。私は僕はこんな世代だよっていうことございましたら、ぜひともおはぎさん以外の方でもお便りお待ちしております。はい、ぜひともくださいませ。はい、またもや言いそうになっちゃいました。この作者さんのプレジェクトってなっちゃいましたよ。もうこれぐらい噛み倒しても今回続けさせていただきますよ。はい、噛み倒してももう多少お一言から文言を言っちゃいましても、もう続けさせていただきます。今回でもう行かせていただきませんと、もう僕本当にもう倒れちゃいます。はい、寝込んじゃいますからね。ですから行かせていただきますが、プロジェクトでもいろいろ世代としてまあちょっと分けさせていただきますと、あれなんですよ、最初立ち上げた時はいろんなキャラクターたちがなんて言うんですか、キャラクターたちをご覧になっていただく、ご覧になっていただく世代という時代がございまして、それはまあ本当にご覧になっていただくだけではあったんですけれども、次に訪れたゲーム世代、はい、もうものすごいホームページにゲームがいっぱいあった時代があったんですよ。その世代の方が多分一番多いのではないかなとは思います。ものすごいアクセス数でもう大人気でしたからね。何せまあこれは言っていいんですよね。まあ言っちゃいますけれども、たまごっちのホームページにリンクされていただけたのですよ。はい、ですからたまごっちのホームページをご覧の方がこちらに来てくださったのがものすごい、たくさんの方々に来ていただけまして、ものすごいもう大にぎわいだったのです。その時にはゲームもあって、チャットもあって、いろんな掲示板もあって、でものすごいにぎわいでした。はい、もう実際に会って語らずとも、その場でいろんな語らいができたのですよ。はい、もういろんなコーナーがありまして、ゲームもランキングがありまして、ハイスコアとか競えたりもしましたで
ございまして、はい、ですからものすごいにぎわいで、多分そこの世代の方が一番多かったのではないかなとは思います。ゲーム、チャット、掲示板世代の方々でございますね。とにかくあの掲示板もですね、いろんなあの話題によって掲示板のその種類がいろんなものがあるような、そういう掲示板タウンみたいなものまであったほどでございます。あとはあれですね、ホームページをカスタマイズして、ご自身の好きなレイアウトでホームページを作れる機能まで備わってたんですよ。もうこのプロジェクトのすごい最盛期かもしれませんね。その時代はもうそりゃすごかったですよ。その後に訪れるのがアニメーション世代だと思います。はい、もうそれはもうなんて言うんでしょうか、 YouTube でいろいろ 3DCG やら、あとはそうですね、あとはまあグダグダ団やらクマちゃんコーラやら、それらが始まったのは YouTube 中期世代ですかね。初期世代はいないいないばーっていうように、そういう風にお子さんをあやすような、そういう動画がものすごい人気がありました。その次に訪れたのがくまちゃんコーラやグダグダ団といった、そういったフフシアターやら、やりゃって言っちゃいましたよ。やりゃって言っても、それはやらのその最上級系でして、やりゃっていうのはわざと言ったんですよ。もう最近そういう言い方が多いですけれども、それもどうかお心に留めてくださいませ。そういう世代が来ましての、そして現在進行形は YouTube、 なんかちょっと寂しい世代ですね。今現在は YouTube 寂しい世代に今突入している状態でございます。ですからいろんな状況があったのでございますよ。いろんな状況が、はい、これほどすごいいろんな、本当に世代分けされて19年という時を経ていますから、そりゃ話がいろいろと噛み合わないものではございます。はい、多分チュピをご覧になった方は僕なんかは知らないと思いますからね。僕なんかまだまだ7、8年ぐらいですから、現れてから。ですから全然そうなんですよ、リスの話しようよと言っても、え、何リスってみたいな方も大勢いらっしゃると思います。それはもう今のあれですよ、今のこの YouTube ちょっと寂しくなっちゃったな時代の方は、ぜひとも昔の方を引っ張り込んでくださいませ。こんな今は時代なんだよって、お便りを投稿したらアニメーションになって出来上がってくるんだよっていうこともぜひともお伝えして巻き込んでくださいませ。もう周りの方にどうかよろしくお願いいたします。いろいろお話ししましたね。ものすごいいろいろお話ししましたとのことでして、もう言っちゃいましたよ。もうすみません。そして今100栗が出てしまいました。100栗が、ああ100ってなってしまいました。あまりの緊張により100栗が出てしまうっていう体質なんでございます。ですから
時々あれおかしいな、なんか変な音がしたよみたいなことがありましたら、それは百クリかもしれませんが、どうかそれは失礼いたします。いろいろ語り出してしまいまして、長くなってしまいましたが、これぐらいにいたしましょうか。はい、おはぎさんの一言、もうおはぎさんの一言がどういうものかっていうのが吹き飛んでしまうぐらい世代話をしてしまいましたよね。失礼いたしました。ではでは、予測つきましたでございましょうか。おはぎさんはいろいろな方と語り合いたいと、はい、実際にお会いして語り合いたいという、そういうお望みをお持ちでございます。ぜひとも昔からご存知の方々、お便りくださいまして、じゃあその忘年会とかっていうか、忘年会っていうのおかしいですよね、そういうのも一度は開いてみようよみたいな、はい、そういうことをどうか企んでくださいませ。それを楽しみにしておりますよ。むしろあれですかね、作者さん主導でやるべきことでございましょうか。そこら辺は謎でございます。ぜひともそういうのやってみたいっていう方々いらっしゃいましたら、お便りくださいませ。そういうお便りも待ってますよ。ただまあ今はこういうウイルスが蔓延している世の中ですから、実際っていうのは難しいとは思いますけれどもね。はい、このプロジェクトのコミュニティがありますから、そのコミュニティで文字を投稿できたりはするようには、そういうところはあったりはします。ですからコミュニティもぜひ探してみてくださいませ。はい、コメント書き込めますので、ではでは行きますかね、そろそろ。じゃあそうです行きましょう行きましょう。すみません、なんか今慌てふためいちゃいまして。では行きますよ。もう今回最長時間じゃございませんでしょうか。またもや最長時間更新ですよ。それでは行きますね。おはぎさんよりの一言、どうぞ。リアルでジャムキッチンファンと話してみたい。